本日をもちましてこの野球部を辞めることになりました。丸山です。アメモプラス。業務はもう大体終わったんで、あと洗濯機終わるの待ってるぐらいですね。オッケーです。はいっす、おはよう。おはよう。またお母さんの電話？うん。相変わらずやな。そんな電話してる日もあるんやったらさ、こうバットとか振って練習しとかな。レギュラーなれへんで。もう。あ、そういや、結城ってあのスポーツ推薦やったっけ？いや、僕は一般入試。ああ、そっか。インテリやな。今年の1年は、ね、ほとんどスポーツ推薦やねんで。なる。関係ないから。あ、すみません、もう監督来られたんで、ミーティングです。はい、はい、行こうか。そこでそれぞれがしっかりと意識していくね、ただ平然と毎日を過ごすんじゃなくてそういう強い意識を持って、強いチームを作っていく、そこしかやっていこうね。 OK、 はいはい、はい、でね、まあ、もうすぐ 1,2 年生大会がなあります。で、1年生にとってはな、試合でのアピールの場やから、まあ、ここにね選ばれた1年生いっぱいおると思うわ、うん、でね、先生、メンバー選びましていますが、まあ一枠、どうしても最後の一枠かな、迷うちょる、うん、誰にしようか、うん、そこでな、2年生を代表して翔太、はい、お前が選べ、はい、レギュラーを1年生だから、はい、な、なかなか先生はな、グランド面での野球をしてる時のみんなしか知らないけども、まあ、お前は寮生活してる分な、普段の生活面とこも分かっちょるわけだから、責任持って1年生だから1人、お前から推薦する。 OK、 はい、ちゃんと聞かせてください。はい、あとで現段階でのメンバーのリスト送るから。オッケー。はい。なるほど。はい。わかりました。頑張ってんぞ、お前。はい。しっかりだな。はい。はい。まあ、お前らもね、1年生もしっかりと諦めずに、まだメンバーは発表もまだですが、気合入れてやっていきましょう。オッケー。はい、はい。はい。はい。ヘロー！よっしゃ。1年のメンバー決まるかも。いや、無双やねんて、どうしようかな。あのさ、大倉はさ、もうメンバー入ってんねんて。うん、まあな。で、結城と、うん、丸山でどっちにしようかな。いや、絶対結城やろ、そこ。いや、丸山はないで。やっぱそう、丸山終わってるやん。でもさ、こういうのって、どうやって伝えたらいいんやろう。だって普通に伝えたら絶対丸山は落ち込むやん。まあな、うん、まあそこは頑張れ。
よし。マサン、マサン、あ、今ちょっとお時間いいですか？何やねん。相談したいんですけど。相談？はい。俺に？はい。何？なんか後輩に、うん、なんか伝えにくいことを伝えるときって、どうやってきました？うん、お前らしい相談やな。マジで、俺？あるすみません、ちょっといいですか。おやおやおや、確かに難しいことではあるわな、うん、フィーリングは確かに大事やけど。なる。例えば今そのお前が迷ってる道があるとするやん。その道があるとして、その道を進んでる時に、じゃあこっち側には道、なる階段、道があって、でお前が自転車乗ってて、なるもう一人自転車乗ってる、あ、じゃあもう一人自転車やか、なるなるなる、自転車別に関係ないよ、なる、あ、その、まあ、自転車があるやんか。そこでお前がどんだけこうこまず全力で超えてるかっていうのも大事だし、こ、あ、でもちょ、自転車一回やんか、だから普通に走ってるかどうかが大事だし、そこでまあお前の中でいろいろ思うもんあると思うんやけど、ああ、はい、ただやっぱそこでいっぱいこぐ、うん、気持ちっていうのはやっぱ大事だと思うで、はい、あの、ありがとうございました。まだ、あの、何かあったらご相談させていただきます。そう、まあシンプルにその、なるなるなる、まずお前がどの道で今迷ってんのかってところやな。その普通の道なのか、坂道なのか、自転車道、自転車道は階段なのか、でチャリ乗ってるとして、あ、でもあれ階段だったらチャリ、そうか、自転車関係ない。最近の電動自転車とかもあるぐらいから、なる、なる、いいと思うけど、なおすすめで、なる、なんかあの中古とかで全然安いやん、なる、なる、あれでおすすめやな、なる、ネットとかでもっと安く売ってるかもしれないし、ありがとうございました。うん、またすごい参考になりました。ええ、全然。また、あの、はい、お願いします。ありがとうございました。うん、結構最近やったらネットとかで自転車安く売ってるとこもあるから。ああ、自転車。はい、言うて。うん。あの、サドルだけとかも全然あるし。うん、いい自転車やし、てんで。はい、ありがとうございました。へぇ。忙しい。あいつに相談しちゃあかんねった、はあ、にしても丸山変なアピールの仕方とかせんかったらええねんけどな。のいい朝音、モーニングバイオリンです。なるなるなる、バカじゃん、そんなん嫌って。うまいな、お前。あ、そういや、ゆうきってスポーツ推薦組なんだっけ？前にも言ったけど、一般入試やで。ああ、そっかそっか。まあでも、スポーツ推薦じゃないんやったら監督も今回のレギュラーの構想には入れてないかもな。
疲れ様です。お疲れ様です。丸山です。翔太さん、前言ってた推薦のやつってもう決まりましたか？ああ、ちょっとよかったわ。ゆうき。はい。ゆうきを推薦するわ。ありがとうございます。おはようございます。あの、翔太さん、丸山くん見てないですか？丸山？はい、朝からどこにもいなくて。はぁ、俺見てないけどな、丸山。強く持っていく、そういう一日に今日もやっていきましょう。 OK。 はい。ただ、ちょっと今日は薄々、みんなも分かっちょると思うけども、残念なお知らせがあります。ただこれはね、完全なる残念なだけじゃなくて、新しい道、それぞれの人生があるから、やっぱチームでやってる以上ね、仕方ないことやって先生は面白い、だからそんなにな悪いことやとは思わずに、先生悲しいけどね、受け止めていかないじゃないとは思うけども、よし、まあ、ね、まくちょっと自分の口でみんなで挨拶しようか。本日をもちましてこの野球部を辞めることになりました。丸山です。なる。まあ、同期や先輩方にずっといろいろ迷惑をかけてきてしまったんですけど、これからは、一人の応援する立場としてやっていきたいなと思います。この部活動で自分の実力を知って、その中で今後も頑張っていけたらなと思っております。ありがとうございました。立派なスピーチでした、でね、まあ、君が言ってくれたように、我々も君のことを今後は応援しようし、みんなもね、彼が胸張ってこのチームにいたんやっていうことをね、自慢できるような、そういうチーム作りをねしていくや、我々は。ね。野球部を去ったからといって仲間じゃなくなるわけじゃない。友達じゃなくなるわけじゃない。それはお前らが一番分かっちゃうと思う。まあ学校ではね、普通に入るやし。これからもね、よろしく。いつでも何かあったら、おいで。まあ、丸山君はね、実は、裏話を言うと、スポーツ推薦ではな、先生の力不足で取ってやれんかったんや。スポーツ推薦ではごめんな、ちょっと無理やっていう話になってしまった。先生の力不足でな。じゃあ、そこから勉強頑張って、一般入試で来てくれた。それぐらいな、強い気持ちを持ってうちへ来てくれた。逆境に立たされた時に努力する。そういうことができる人間や、君は。だから自信持って、
新しい道何をするにしても自分のやっていることに自信を持ってね、やってたいと思う。まだまだ、しっかり丸山のことを応援して、そして応援されるような毎日を過ごしていこう。 OK。 はい、すごいで、はい、帰ろう。よいしょ、よいしょ。外れたぐらいで逃げんなよ。うますよ、あいつプライド高いんすよ。丸山くんはきっと帰ってきますよ。え、覚えてますか、僕たちが入寮した時のこと。タラ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 。